さんこんにちは、ステーキアイドルプリンセスオブレスのオレンジ担当花咲未来です。こんにちは、さよならのりこです、はい、今日もですね、のりこさんと一緒にデートしていこうと思うんですけど、今日はですね、ただのデートじゃないんだよね。インスタ映えスポットの巡りをしたくて、今日はですね、ここの浅草金魚に来ています。でここでですね、3個ポイをもらえるんですけど、ポイ、あの金魚すくいのポイ。あ、そうで、それで金魚をもうただすくっていくだけなんだけど、うん、まあ、対決とかも別になしで、もう本当に映えを意識しながら、そう楽しんでいこうかなと思います。また今日もほのぼの見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。撮りたいね。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、待って今の惜しい。ちょっと待って、惜しかった。うん、めちゃめちゃ本当に惜しかった。本当に惜しかったよ。ねえ、なんで逃げるの。来てってば。ねえねえ、難しいな。これはどんぐりの背比べになり。ああ最悪。これあれだ、くら寿司のやつと一緒じゃないか、完全に。ちょっと新しいポイにします。いや、私も残り1枚しかないんだけど、ポイが端っこに追いやる戦法で出てますわ。これ出したよね。ここに立てかけて、いけるだろう。君逃げるんじゃないよ。逃げるんじゃないよって。あ、こっち来てくれたのに。逃げるんじゃないよって。本当にがっさい。ねえ、なんで逃げるの。いいよ、あ、おいでえぇー、1? 1すごっ。めちゃくちゃ元気ないんだわ、こいつ。どうしたの。本当だ、死にそう。死にそうだね。端っこに追いやる戦法いけるわ。え、でもこれまだ半分以下だから大丈夫かな。あと1回くらいかな、多分これ。一匹はくれ、本当にお願い。一匹は欲しい。え、これもう抜いかない？あ、ダメだ。もう穴が終了です。じゃーん。あ、逃げるんじゃないよって。やべ。逃げられちゃった。決めに決めた。逃げられんのよ。でも だいぶ耐えたね。だって私よりも水の中にいた時間長いよ、この子。よし、デメキンを取るぞ。デメちゃん、デメちゃんを行きたいんや、わしは。私は電源を取りたいんだ。手遅れやす。ほい、あ、ちょうど。
行けんのよ、まずね。そんな逃げんでよくないか。そんな逃げんでよくないか。なあ、来てくれよ。腰痛くなってきた。お、いっぱいよ。レメキン取ったよ。こいつずっと死んだふりしてたのに話した途端めっちゃ泳ぐやん。行けんだけど。すごいね。死んだふりか。ありがとうございます。はい、ということで未来は0匹、のりこは2匹でした。じゃんじゃん。終わりですよ。何ですか。え、ゼロ匹？はい。一匹も増えてないね。もちろんの。それもさ、罰じゃん。え？聞いてない聞いてない。私聞いてない。だってゼロでしょ。はい。まあ、1取れてたらさ、まださ、わかる。ゼロだよ。未来ならではのゼロだよ。それ罰じゃないか？マジ？何したらいいんだよ。モノマネが見たいな。モノマネ？モノマネね。どんなモノマネがいいかな。いいよ、やってみるね。うん。いくよ、モノマネまで。3、2、1。ポー。パッポー。パッポー。唐揚げ。唐揚げ。唐揚げハト。トモ食いハトでした。終わりということでということでですね、なんか夢中になったよね、めっちゃ。もう無言で、あの魚だけを見つめてた。あ、わかるよ。そう、なんかね、私早く終わったけんさ、前のなんか写真とか撮れないかなと思って撮りよったんやけど、まあセンスがなさすぎて難しかったけど、ちょっと後で渡すね。 ありがとう。で、なんか格好でなんか明るくしたり、サイドを良くしたりしてください。はい、はい、そうですか。っていう感じで、まあ、ぜひぜひ、ここマジでおすすめかもしれん。本当に夢中になれるし、結構丈夫なポイをもらえるんですよ。で、今さっき3個って言っちゃったけど、2個でした。でも全然十分遊べるので、ぜひ立ち寄ってみてください。あのね、五重の塔が見えるところの通りのところにあるんで、西参道、西参道、そう、そうそうそう、の入り口にあるので、ぜひ来てください。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ぜひ次回も見てくれると嬉しいです。またねー。ポロッポー、ポロッポー。狙いを定めて撃つと。狙いを定めてゲットだぜ。
あのバルーン狙います。外さない、どんな時も外さない。私、え、どこ行った今。わかんない、全然見えなかった。あ、でも跳ね返ってるよ。マジ当たってる？当たってた。バルーン。うん。端っこに、左の端っこに当たってた。でも跳ね返ったの見えた。マジ？うん。よし。これで。バルーン意外と倒れづらいのかな、もしかして。スナイプ。惜しい。惜しい？ああ、難しいな。でも結構いいところ行ってる気がする。マジ？うん。あと2発。ああ、惜しいな。惜しくない？上行っちゃったね。上行っちゃった。クヤンって言っちゃったね。難しい。当たってるよね、でも。当たってる、当たってる。じゃあ、あっちのバルーン狙ってみるか。倒れたりもします。終わっちゃった。じゃあ、ピエンだったか。難しかった。では私はレスポンス。私はそしたら、あの可愛いガマグチのやつ、なんかウサギさんとウメさんがあるピンクのやつ狙います。行くぞ。あ、結構上だった気がする。結構上行ったね。未来さん、最後の一球。惜しかった。残念でした。ゼロゼロのゼロです。二人とも惜しかったね。ね。ありがとうございます。やった。ありがとうございます。やった。もらいました。Thank you.